元気に宇宙開発。おなじみ新ソビエト連邦の指導者、アリスちゃんだぞ。マリサだぜ。設立からだいぶ時間が経過して、新ソビエト連邦もだいぶ熟成してきたよ。そんじゃそろそろ経済が不安定になって崩壊への道が見えてくるのか？この殺伐とした宇宙では経済なんてあってないようなもの。力こそパワー。というわけで今回は輝かしい新ソビエト連邦の活躍をご覧いただこう。さて、まずインナーの帝国軍拠点の攻略をやるよ。帝国軍の拠点を攻めるのもだいぶ慣れてきたよな。というわけで時間になったから戦闘開始。ここのインナー帝国軍拠点は今までよりもだいぶ強力。新ソビエト連邦の威信にかけて、何としてでも陥落させるのだ。まずは周りの敵から倒していく感じだな。うん、中央を攻めるのは周りの敵艦隊の処理が終わってからね。めちゃくちゃ艦隊が密集してるぜ。ここの敵艦隊から、同志らの艦隊を集中運用してるのだ。さて、周りの艦隊大体片付いたし中央拠点に全軍突撃。敵の戦力は3000万あるけどなんとかなるでしょ。なんとかなればいいんだけどな。あ、あれれ、敵の戦力2800万も残ってる？対して新ソビエト連邦の中央艦隊は300万しか残ってないぜ。おかしい。この新ソビエト連邦は何も間違ってないはずなのに。いや、普通に戦力が足りてないんだろ。その後新ソビエト連邦連合艦隊は圧倒的な力の差により壊滅。ならば再度修理して突撃させればいいのだ。っておいおい、いつの間にか周りの敵増えてないか？中央拠点の攻略に手間取った結果、敵の援軍が来ちゃったようだね。こいつら放っておくと敵拠点の戦力増えちゃうから足止めしないと。って思ったけどいくつかの敵艦隊中央に到着しちゃってるしダメそう。全軍、戦術的撤退。新ソビエトの偉大なる躍進とは？敵戦力を知れたことは今後の攻略の糧となる。つまり、実質新ソビエト連邦の勝利である。大本命発表やめろ。で、敗北したままだと同志たちの士気が下がっちゃうから、景気づけに外側の連盟を襲撃しに行くよ。そんなに次回みたいなノリで敵プレイヤーを攻撃しないでください。悲しいけどこれ、戦争なのよね。戦争にしてはフットワーク軽いんだよな。それより見てよこの艦隊の進軍を。みんなやる気に満ちてまっすぐ進んでいってるよ。こうして見ると圧巻だな。なんか帝国軍拠点攻略しに行った時よりも参加している同士の数多くないですかね？みんな対人戦が好きなのかもな。敵プレイヤーを攻める場合、攻撃側の損失鑑定は一部消去されちゃうから、下手に攻めまくるのも資源的にそこまでいいわけじゃないんだけどね。というわけで全軍、敵連盟本部に突撃。敵の戦力が100万、対して味方戦力が1000万超え。圧倒的ではないか。我が軍は。まあ帝国軍にはボコされたけどな。で、敵の防衛戦力を例にして無事勝利。どうしよう、よくやった。さて、ちょっと資源の方ももらおうか。敵プレイヤーの宇宙港に進行するんだな。ほらほら、資源輸出だぞ。これは輸出じゃない、略奪だ。ま、似たようなもんだしいいでしょ。資源は平等に分配しないとね。今回ラストだからってはっちゃけてるな。で、宇宙港燃やせたから、残っている資源を回収中。ブルジョア的に資源を溜め込んでいる宇宙港はやっぱこうしないとね。お前いつか報復されるぞ。この恒星系にある宇宙港はどんどん燃やそうね。ただ敵の戦力もそこそこ高いから、攻撃するときは一斉攻撃を厳守。損失した艦艇は戻ってこないからな。で、大体の宇宙港から資源取れたから、嫌がらせに監視所も陥落させておこう。こいつついに嫌がらせって嫌がったぞ。ここの恒星系はアリスちゃんの艦隊だけで落とせそう。戦力差約10倍だからな。で、こっちの恒星系はちょっと苦戦してるけど倒せそう。なあなあ、どれだけの数のプラットフォーム落とそうとしてるんだ？一応敵連盟の全部だから8個くらいかな。マジで敵連盟からしたらいい迷惑だよなこれ。動画には取り損ねてるけど、うちの新ソビエト連盟も何回か攻められてるから、まあ PVP は戦争ゲームの宿命ってことで。で、なんかコロニーがあったから適当に燃やしておこうね。レベル差あるから一方的だな。すでに襲撃されていたのか、戦える艦艇はいないっぽい。こんがり上手に焼けてるねー。大体これで敵連盟の宇宙港とプラットフォーム全部に攻撃できたかな。燃える様を眺めることができてアリスちゃんは大満足です。お疲れ同士たち。アリスちゃんは反撃来る前にワープして領土に戻るよ。こいつ後処理投げやがった。はい、というわけでここまで約2ヶ月、計6本の動画を投稿してきたわけだけど、新ソビエト連邦は最初と比べて想像できないくらい強力になったし、同盟連盟の SU2 から SU4 も全て無事にインナーに入れたよ。このサーバーにおける新ソビエト連邦の存在感を出せたわけだな。それにディスコードでは攻略情報の共有もできたし、とても充実した宇宙戦争日々を過ごせたね。
動画自体は今回で終わりになるんだけど、プレイ自体はまだしばらく続けるから、これからプレイしたいって人はぜひゲームをダウンロードして遊んでみてね。概要欄から無料でダウンロードできるぜ。ほんじゃ最後に施設とかがどれだけ成長したかを見せていこう。これはアリスの宇宙港だな。大体の施設がレベル18になって、指揮センターは19になるためのアップグレードの最中だよ。で、第1艦隊戦力は170万。第2艦隊戦力は130万。第3艦隊戦力は70万で計370万の戦力だね。まあまあ高い戦力になったのな。最後に領土の確認。青色に囲まれたのが SU1 の領土で、青緑色なのが SU2。あとは左の方に SU3 があって、そのすぐそばに SU4 がいるね。というわけで同志たち、ここまでありがとう。そして新ソビエト連邦に栄光あれ。